皆さん、プレゼントボックスも残ってたら持ってきてください。プレゼントボックスあったらください。無料のやつ、無料のやつでいいから。わーい ありがとうございます。嬉しい。危な。プレゼントボックスは何個もらえればいいの？え、これさ、どういうこと？何が正解なの？プレゼントボックス、クマちゃんゲットみたいなのどうやったらわかるんですか？ちょっとわかんないんですけども。サンタクロース、ありがとうございます。ってやばくない？絶対無理なんだけど。いけるとか強気で言ってたけど。このサンタ帽子今日友達と買いに行ったんですけど、余ってるので誰かつけてくる。え、なんか前髪近くで見るとめっちゃキモいんですよ。だから遠くで。わ、いっぱい。嬉しい。ツイートしよう。無料のプレゼントボックスくださいって。待って、書く。間違えた。ちょっと待ってください。文字書きます。くまちゃん、くま、くまちゃん欲しいです。帰ってきました。くまちゃん欲しいですって。こんばんは。プレゼントボックスありがとうございます。いっぱい来てた。わーい。いっぱい来た。こんばんは。なんか前髪気持ち悪いけど許して。このルームもめちゃめちゃ可愛い。あ、いっぱい いっぱいありがとうございます。あ、うるさい絶対。ちょっとなんか前髪揃いすぎて気持ち悪いんだけど。今日実はお宝市場行ってきたんですけど、斉藤京子さんの生写真がかわいすぎて買いそうになった。なんか自分の生写真売ってんのかなと思って見に行こうとしたら SKE のファンの人いたからちょっと逃げましたけど。もう帰った。だから、あ、いると思って帰りました。すぐ。こんばんは。プレゼントボックス、宝市場は中古のお店ですね。グッズ、アイドルグッズとか売ってるところ。ボックスありがとうございます。なんか SKE の生写真のとこにいて、自分の写真売ってんのかなと思って友達を見に行ったんですけど、 SKE の
とこにコーナーに行ったから、あ、やばいと思って帰りました。本当は見たかった自分の写真あるか。久々に行きました。てか SK に入って初めて行った元柄市場。キュンコさんの写真集欲しい。てか生写真可愛すぎてマジ買おうと思ったんですけど、ちょっとレートが高くてやめましたちょっとやめました。あ、ゆうきさんの写真は見えました。なんかラックに飾ってあった。でもアリが持ってたやつだった。なんかイヤホンしてるとダサい。テラナンナンはファンの頃に行ったことあります。皆さん、キュンコさんの写真ください。持ってる方いたら。あとゆうづきさん、こんばんは。そうだから今日その会にってか、その友達とラーメンをよく食べに行く友達がいるんですけど、ラーメン食べたくてその子と遊んだんですけど、あ、その子がお仕事、もう社会人だからお仕事してて、だから今日空いてるということで遊んだんですけど、その帰りにツイッターとインスタの写真載せたんですけど、そこ行ってきました。あ、プレゼントありがとうございます。ラーメン通り行ってきたんですけど、いつもならめっちゃ混んでるのに、今日クリスマスだから全然人いなくて最高だった。すぐ食べれました。その帰りに行きましたね。そのなんだっけ、なんて言うんだっけ、あそこなんて言うんだっけ、ライナゴヤビルジングの屋上行ってきました。めっちゃ人いたけど、ちゃんと警備員さんが人数多すぎるから整列させてたから、すごいと思って。プレゼントいっぱいありがとうございます。アブリンのツイッターの写真は彼女となんちゃらに使って、あ、ぜひどうぞ。ちょっと私は髪フレのリア恋枠を目指します。適当なこと言っちゃった。リア恋枠じゃなくてガチ恋枠、リア恋枠目指しちゃう。でも多分嫌になってすぐ飽きるので、今のうちです、そういう風に写真使うの多分嫌になっちゃうから、すぐ。ミカニャンのお渡し会いいな。ミカニャンめっちゃ可愛い。皆さんプレゼントボックスあったらぜひください。チャレンジでとかからもらえます。え、これさ、投げてくれてもさ見えないね。なんか知らんとこからポン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 飛んでくるけどさ、あ、今反映された。え、違う、なんか反映されないの。なんかさ、プレゼントボックス来たらさ、こうやってコメントのとこに来るんだけどさ、来ないのにめっちゃ投げられてる。え、後で反映されるのかな。プレゼントボックスありがとうございます。無料のは来ない。え、このやつさ有料ってことじゃ。え、待って、わかんない。
気づかなかった。ごめんなさい、ありがとうございます、たくさん。あ、そういうこと？なんかさ、全部赤いなと思って。あ、だから反映されてないのか。そう、無料のやつも、そういうことね。理解理解、ありがとうございます。くまちゃん前回ゲット、え、めっちゃお腹鳴ってんだけど、お腹空いてないのに恥ずかしい。くまちゃん前回ゲットできなかったっていうか、あの、知らない間に終わってたので、気づい、知らない間嘘ついた、気づいたら終わってたから。え、これさ、でも何個もらってるかとか分かんないよね、自分が。え、どっかに出てますか？何個もらったか分かんない。ありがとうございます。なんか前髪気持ち悪いんだけど、揃いすぎて嬉しいです、たくさん。ごめんなさいね、なんか。ありがとうございます。あ、見れるとこあるんだ。なんかコンタクトずれてきた。まあ、そんなにさ、急いでないっていうか、あれか、多分今日までだった。今日のお昼の12時までかと思ってめっちゃ萎えた。え、終わってんじゃんと思って。そしたらまだやってたからよかった。また23にやろうと思ってたんですけど、なんでやらなかったんだっけ、23。ちょっと待って。あ、23はロケで疲れてお風呂にすぐ入っちゃって。で、24はお風呂にすぐ、え、なんで24、帰ってきて時間がすごく経っちゃったので。あ、達成したの。ありがとうございます。わー、嬉しい。ママがね、すごいクマ欲しがってたんですよ。ありがとうございます。達成したみたいです。嬉しい。クマちゃんもありがとうございます。あ、まだ達成してないの？どっち？達成したのか。ありがとうございます。わーい、プレゼントありがとうございます。嬉しい。やっぱツイッターに告知大事ですね。でもルームじゃ分かんないんだよね。あと私、あ、くまちゃん届いたらショールームで見せます。でもくまちゃん見せるんですけど、くまちゃんのそのサンタの帽子取れるかもちょっと検証したいので見せます。年明け？わかりました。わかんなかった、すごい。っていうかめちゃめちゃルームかわいい。名前考えてください、募集します。じゃあ、そうなの、思った。届く頃にはさ、イベント中にさ、クリスマスだから、届く頃にはクリスマス終わってるんですけど、でも来年のクリスマスに使えるので。てか普通に帽子取れたら年中無休で使えるからいいなって思って、だから取れるかちょっと検証したいと思ってます。はい。そしてね、私はクリスマスプレゼントもらえなかったので、ちょっと大富豪一緒に頑張りましょう。今日はベッドタイムしかできてないんですけど、30分も経たずに達成しちゃったんだけど。15分ぐらい？びっくり。みんながまさかの、あれ別にでさ、まさかの
緑のボックス投げてくれると思わなかったから、びっくり。ピエンの顔文字。いや、皆さんありがとうございます。本当そう予告してたから一応、でもそんな知れ渡ってないよね絶対。この前の配信で13分ぐらいでした。 SK で最速だとちょっと面白いんだけど、みんなありがとうございます。最速でくまちゃんゲットしたの面白い。もっと強敵いたらどうしよう面白い。ちょっと大富豪やらなきゃいけない。待って待って、コードありすぎて絡まっちゃった。じわるんだけど最初やばい、じわっちゃう面白い。イベントかな、なんかありがとうございます。あげようと思ったら終わってた。いや早いよね。あんまやりたいって言ってた人いないよね。そんなあらかじめやりたいって言ってた人絶対自分ぐらいだと思う。だって欲しいじゃん前回ゲットできなかったから。気づいたら終わってたもんイベント。そう前回の配信で知ってたから。今日100均でクリスマスの帽子買ったんですよ。なんかお家にサンタさんの、サンタさんとかトナカイのコスプレなくて買ったんですけど、これ2つで1つのセットだったんですよ。でもう1個はもうちょっとふわふわね、なんか高級感あるサンタ帽子だったんですけど、どっちにしようか迷ったんですけど、なんかこっちにしちゃいました。かぶってください誰か。はい、何やってんの。これ100均で買えるので誰でもお揃いにできますよ。してくださいぜひ。まあクリスマス終わるので多分もう売ってないんですけど、明日には、はい明日には買えないので、また1年後ですね皆さんがお揃いするの。こんばんは、サンタさんは来てないです。でもみんながクマちゃんプレゼントしたから、してくれたから。あ、でもこれクマ達成したって書いといた方がいいのかな。あ、間違えた。次はお正月です。ショールームって12月31日と1月1日のルーム変わるのかな。寒い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 。今日外寒かったけど、いつもより全然耐えれる寒さでした。いやブログ今日全然更新できてない。なんかもうね、12月、10月ぐらいから全然かけてなくて、ライブのリハとかが全然かけなくて、そっからもう回数が狂って狂って仕方なくてやばいんです。メールも送れてないので、は今から送ろうと思います。
今、デコメはクリスマスバージョンです。大したこと書いてないんですけどね、本当に。書けません。なんかネタがなくて。あ、じゃあ今日食べたラーメンの紹介します。メールってさ、何分ぐらいで届くんだろう。じゃあ今から送るのって何分ぐらいに届くかですね。送りました。年越しの瞬間は家にいます。家の自分のベッドの上にいますね、絶対。いつもベッドの上で年越ししてます。でも 去年もギリギリお家に帰ってきてて、で、雪降ってる、なんでなんでなんで、どこで降らした？これどうやったら降るの？すごくない？ちょっとスクショスクショ、どこでスクショするの？これ画面がない。何これ、どういうこと、どういう原理、どういうこと。なんか漏れないんだけど顔、そういう顔じゃないな。ね、終わっちゃった 消えちゃったよ。消えちゃったよ。倒れてきてた。ミラーボールに雪積もってる。嘘、そんなとこまで見えなかった。雪いっぱい降ってる。さっきの雪は何じゃん。これはタワーなの？くまちゃんの？あ、待って待って待って。くまちゃんのクリスマスボックスみたいなの、ありがとうございます。くまちゃんの何これ。わあ、すごい、来た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 、イエーイ。わあ、来た。あ、なんか気持ち悪いポーズ。何やってんって感じ。めちゃめちゃ自撮りしてる。なんかめっちゃミラーボール来る。やばい。ちょっと炭酸帽子あんま見えてなかった。な ずっとスクショしてる。自撮り。雪と木がミラーボール、これ見れないんだよね、雪積もってるとか分かんなくて。ありがとうございます、すいません。なんかいっぱい、待って待って、絡まってる、絡まってる、待って待って待って。めっちゃさ、みんなさ投げたからめちゃめちゃミラーボールずっと回ってんの。イルミネーションだよ、みんな。クリぼっちのみんな、イルミネーションが見れましたよ、私のルームで。これね、見れないんだよね。なんか上の方さ、黒くなってさ、なんか見れなくなってるんですよ、私のルームから雪が見れなくて。こんばんは。めちゃめちゃ雪降ってる。でも、アイリーも今日友達と、女の子の友達とイルミネーションっていうか、そこの免疫のとこ見に行ったんですけど、普通にカップルばっかだったから、
なので皆さんここでイルミネーションと雪を楽しんでください。え、これ ずっといるからやっぱタワーなんだ、このクマちゃんのやつ。ありがとうございます、嬉しい。クマちゃんのクリスマスツリーとともに、インスタ今日撮ったやつです。だから人多かった、もう規制されてたもん、人多すぎて。めっちゃずっと降ってんのね、面白い。ブログ書かなきゃいけないんだけどネタがないんですよね。あ、雪降ってるよって言おう。え、ちょっと雪感ないんだ、顔見えない。ちょっとコメント消そう。あ、雪なくなっちゃった大事な時になると雪が消えちゃった。まあいいや、イエイ。これどっち見ればいいの、慣れない。あ、また降ってきた面白すぎでしょあ、ごめんなさい、うるさくて携帯また雪降ってきたありがとうございます。もう撮り終わったので大丈夫です。すいません、なんかご迷惑おかけして、なんか全然雪見えないや。ノーマルカメラ撮った方がいい。こういうことか、顔全然見えない。あ、時差ね。あ、ごめんなさい、なんかノーマルの方が雪感わかる。じゃあこれ使いますすごいいっぱい、あ、間違えた。ちょっと今からトリミング作業が始まります。てか私携帯ケース買ったばっかなのに、なんかもう壊れてて本当にやばい。ちょっと視聴人数見えるのやだな。あと1分ある、本当？わかんない、時間見えない。台風が本当に難しい。全然さ、差がさ縮まらないよね。ちょっと明日ガチります。私はお休みなので。写真撮ったはいいけどさ、書くことないなくなっちゃった。サンタさんありがとうございます。この配信を見ている方、よかったら私のカードをデッキに設定して、なんだっけ、設定して大富豪してくださると嬉しいです。一押しにしてください。もうすぐ一押しガチが始まる気がするので、そしたらもっとね、なんかもうブワーってなると思うので、いろいろだからやばいですね。はい、
ていうかお仕事の LINE 返さなきゃいけないんだけど、あと2日後らしいです。みんなみんな、私はアイコン欲しいんですけど、アイコンゲットできない、全然できません、出てくれません。なんか過去の握手会で北サンタさんのコスプレの写真を載せようと思ったんですけど、なんかね、可愛くなさすぎて載せれないんですよ。昔の写真本当に嫌で、ブスすぎて、だから載せれない。確率アップ、確率アップでも出たことないです、ちょっと言わせていただくと、はっきり言って言わせていただくと出たことないです。嬉しい、なんか自分の出ないです、なんでですかね、出たことないんですけど、私自分のやつ、なんでですか、なんでですか、なんでなんか自撮りが下手なのか、普通にそのブサイクなのか、今から引きます。濃いな、やばい、なんでこんなないの、一押しガチャは何円残ってたら足りますか？え、出ない、ユウが出ました。今コメント変えればいいんだ、こういう時に。でもまず出ません、一押しガチャ10回やれるためには何円必要な、4万足りない、足りなくなっちゃう、え、出ないよ、てかこの前の方がいっぱい出た、あ、みよまるさん出た、みよまるさんのアイコン出た、え、やばい、お金足りなくなってきた、出て、そろそろ、え、出ない、やばい、マジで出ないんだけど、え、こんなに出ないことある、みんなコメントいいねしてください、悲しい、4000かける10じゃない、アイコンガチャ 10回引きたいもん、意外とたまんないんですよね、コインてか、なんで出ないの全然出ない、なになになに、これこんばんは、トップ500って、何すごい、なんだ、本当に買えなくなった、コインない、出ない、自分のアイコン、え、出ない、なんで、マジで出たことない、こんな、こんなに、出ません、私自分のやつ、そろそろ出てもいいと思う、いじめられてる、え、マジ出ないよ。ねえ、同じ人ばっか出る。同じ人ばっか出る。マジで出ない。やばくない？お金なくなっちゃった。
メンバー一枚も出なかったんだけど。おい、どういうこっちゃ。こっちはね、5000コインも出してるんだよ。出てくれよ、お金なくなっちゃう。もうあと2回ぐらいしかない。実はめちゃめちゃガチャ引いてるんだ。え、出た出た。待って、これどうすればいい。見て、出ました。やっと見えないし、やっと出たんだけど、嬉しい。やっとだわ。もうお金ないってギリなんだけど。早速設定します。このアイコンもうやばくない？これもうめっちゃ引いてんのよ。ほら、あ、この辺は全然引いてない頃だ。この辺も引いて、この辺は多分大富豪の予選の時のやつ。俺めっちゃ引いてんのよ。めっちゃ引いたくない？今回何このトップ500って。サボテンみたいなの何？めちゃめちゃ引いたのにね、ないの。めっちゃ出なかった。これね、なんか人によって一押し力変わってくるのよ。上がる一押し力変わるんですけど。え、待って、え、どこに行った。あ、いてて、ちょっと、もうすぐでウォーカーマークつく。嬉しい。やっとだ。疲れました。複数持ってても上がんなかった。同じだった、1枚のやつと。私はエゴさんのアイコンがめっちゃ上がるからエゴさんにしてました。マジで人によってなんか上がる上がらないがあるんですよ。あ、一応視力どのぐらい上がった、え、わかんない。見てなかった。でもめっちゃ上がった。マジでアイコンでかい。ちょっと見ます今。エゴさんにしてて1280から1418まで行きました。結構上がったくない？あ、じゃあエゴさんのアイコンがめっちゃ持ってるってこと？でもめちゃめちゃ持ってるってことか。でもゆうゆうとかめっちゃ持ってるけど上がんなかったよ。だから多分人によるんだと。めちゃめちゃ変わるからでかいね、やっぱりアイコンって。あ、よかった。ということで、私はそろそろお風呂に入りたいと思うので、今日はここで終わりたいと思います。ありがとうございました。眠い。くまちゃん達成しました。メールは20分ぐらいかかるってことですね。多分早い時は10分ぐらいで届く。あ、めっちゃ動かしてる。
ちゃ物騒。ありがとうございました。開けて落としました。ありがとうございました。ということで終わります。さようなら。サボテンの靴下ありがとうございます。サボテンって呼んでる。バイバイ。あ、バラありがとうございます。ローズローズ、バイバイ。いつ切るんだってね。もう切ります。さようなら。バイバイ。3、2、1